干渉地帯とは地政学の用語の一つで大国や大きな文化の核に挟まれた諸国、地域のこと。このような地帯を挟むことで対立する国家間の衝突を和らげる効果が期待できる。このほか人と野生動物とを隔てる退場の区域や世界遺産を保護するための周辺区域などの意味で用いられることもある。 1980年代初頭のチェコスロバキアにおける前線地帯への侵入を警告する標識。危険。干渉地帯許可を取って侵入せよとある。大国にとって自国の境界からの距離があればあるほど自国の影響力が低下するならば影響力を行使できる範囲は他の競合シ得ール大国の影響力に勝る範囲としておのずと定まるとされる。ある干渉地帯に 他の大国の影響力も及ぶようなオーバーラップ地域がある場合にどちらの勢力圏であるのかまたはどちらに優位な地域なのか曖昧な感覚域となりやすい。そのため複数の影響力が及ぶようなオーバーラップ地域は軍事的な紛争地域になりやすい。しかし紛争の結果としてどちらの支配圏に組み込まれるか定かでない場合も多く大国が 軍事的な行動する場合の意思決定を春春せざるを得ない不透明な地域として捉えられ、安い。どちらかの勢力に明確に属さない曖昧な地域を挟むことで大国間の衝突を和らげる意味合いがある。逆に、そうした紛争の結果の不透明さが軍事的に積極的な野心を持つ実力者の心理を焚きつける場合も多く、安全どころか、 紛争地域になりやすいという側面もある。とりわけ、世界の大国にとって干渉地帯として認識されているのが、東欧や東南アジアであるとされ、東西冷戦期において、資本主義経済圏と共産主義圏の境目であったこれらの地域は、常に米ソ2極型の秩序体制の中で、しばしば政治的に動揺を招いた地域でもある。 イギリスのマッキンダーは米英などの海洋国家に対する脅威としてドイツソビエト連邦の膨張に警鐘を鳴らし、独ソ間の膨張に歯止めをかける干渉地帯を設けることを提唱し、干渉地帯を戦略的に用いる理論を唱えたことで知られている。ありがとうございます。